いらないんですか？薬草はいらないんですか？教えてほしいだけなんです。今まであんまり気にしてなかったですけど、こんなお使いみたいなことを繰り返して、本当に俺一人前の勇者になれるんですか？神様に言われた通り、壺の…あれ？よく考えたらおかしくないか？何も入ってない壺の中を調べるって、こんな行動に何の意味があるんだ？なんか、頭がうまく回らないな。とにかく今は、女神様のところへ戻ろう。神様はどうして俺にこんなことをさせているんだろう。魔王を倒す勇者って言われても、一度も村の外には出してもらえてないし。そういえば俺いつからこの村にいるんだっけ。ほんの数年前のはずだけど、何も思い出せない。村に来る前のことも、来てからのことも。俺、本当に勇者で合ってるのかな？ここに来る前、俺はどこで、何して…ダメだ。昔のことを思い出そうとすると、気分が悪くなってくる。おかしいなあ、こっちの方だと思ったんだけどなあ。ねえ西郷、この辺で美味しそうな匂いしたよね。知らん。俺にお前のような嗅覚はない。それより予定の時刻を過ぎている。さっさとランデブーポイントへ向かうぞ。はーい。なんだ今のやつら、空飛んでたよな。でもそんなバカな話、はあ、疲れてるんだろうか。
あの女神、ついさっきあっちの方で空を歩いてる人がいて。本当に見たんだ。話を聞いてくれ女神様。何を言って、なんだ。衛星管理棟で原因不明の爆発が発生。構成員は全員直ちに現場に向かってください。繰り返します。衛星管理棟で原因不明の爆発が発生。構成員は全員直ちに現場に向かってください。衛星管理爆発って、何のことだ。今の声何なんだ。女神様、そのセリフさっきも言って。女神様、おい、一体何が起きてるんだ。村の人たちが誰もいなくなってる。村の外へ行ってみよう。行ってそこに何があるのか確かめるんだ。カズキ。ああ、預かった写真と同じだ。彼はおそらく月ちゃんたちの。まあ落ち着きなよ。僕たちは君を助けに来たんだ。助けに来ただって。人殺しが何を言ってるんだ。この人たちはついさっきまで村で平和に暮らしてたんだぞ。待て、話が噛み合っていないようだ。洗脳かな。あの男の性格ならそのくらいやっていても不思議じゃない。なんだこいつら、さっきから何を言ってるんだ。君の名前、黒中陽君で合ってる？黒中陽。俺の名前は勇者黒中だ。それは間違いないけど、陽って誰だ。そういえば反応がなくなる直前、女神様にも同じように呼ばれた気が。あれ、予想は外れかな。それとも記憶まで消されているのか。イロハ好き。ヤクモ
なんだよこれ、なんなんだよこれ、どういうことだ。どうしてさっきまで家だったものがおもちゃみたいに平べったくなってるんだよ。望むところだ。どいてもらう。遅い。倒れろ。よっ。どこだ。出るや。せ、この。はっ。せよ。し、はっ。た、はっ。この。この。せ。まだまだ倒れるわけには。このせよ。ではは、さし、畳みかける。はこのうわ。もしかして妖じゃない？マジかよ、やっと見つけたぜ。ん？やあ！誰だってことはないでしょう。私たち幼馴染じゃん。幼馴染。おいよ、おめえ大丈夫か？
陽の言ってる村ってこの絵のこと？長い時間を女神に騙されてたのか。血の気が引くような感覚とともに全身の力が抜け始める。箱庭の世界は嘘で塗り固められてできていた。ゲームのような世界で失った2年という長い時間。でもそれよりも前の記憶を、我々は一体誰なんだ。ただ溢れ出る疑問を頭で処理しきれないまま、過酷な真実から自分の心を守るかのように、俺の意識は遠のいていった。いやいいね、こんなに楽しいのは久しぶりだよ。君ならこれに耐えられるのかな。ったくおめえはビビらせんじゃねえぞ。気分はどうだい？何か思い出せたかい？街が燃えていた。それってもしかしてメグロシティの？倒れた時はどうなることかと思ったけど、多少は記憶回復につながったのかな。けどこれ以上ここに留まるのは危険だ。また倒れたりしちゃう前にこのシティを脱出しよう。シティを脱出？ああ、まだ混乱してるみたいだから、僕から状況を簡単に整理して伝えさせてもらうよ。君の幼馴染たちがお猿さんみたいにキーキー言いながら右往左往してるのを観察してたら日が暮れちゃうしね。誰がモンキーだこら！カズキさんひどい！まずは自己紹介だ。僕は青山カズキ、こっちは仲間のキュー。僕らは他の8人の仲間と一緒にこの24シティに乗り込んできている反逆者だ。24シティ反逆者？わからないことだらけっていう顔をしているね。もう少しだけ丁寧に説明しようか。今僕たちが立っているこの場所は24シティと呼ばれている。地上には他にも23のシティがある。個性的なシティが多いけど、人々が暮らす普通の街だ。でもこの24シティは違う。前はネオ東京国にこんなシティはなかった。誰も頼んじゃいないのに勝手にシティを名乗り始めただけの偽物の街さ。その正体は地上を侵略監視するための空中要塞。まあ内部にあんなテレビゲーム風のエリアがあっただなんて地上からは想像もしてなかったけどね。地上を侵略。
あれがその時の記憶。こっちの二人組はいろは月ちゃんとヤクモスイ君。僕らがこの24シティに潜入するタイミングで強引にくっついてきた君の幼馴染だよ。記憶にない幼馴染か。どういう顔をすればいいんだろう。でも多分彼らは信用できる。少なくともあの女神像を操っていた人物よりは。もうちょっと彼らに質問してみよう。今の俺はここから何かを判断するには上たった一人で地上の全てのシティを侵略ってそんなことが可能なのか。ゼロは AI の搭載された軍事兵器を無制限にコントロールできるみたいなんだ。自立移動する軍事ドローンやロボット、そういったものを従えている。今はお面をつけた雑魚構成員たちもいるみたいだけど、彼らはゼロが侵略を終わらせてから集めた人員だよ。おめえ本当に何も覚えてねえんだな。俺たちの故郷メグロシティがあいつに侵略された時、俺たちはあいつの攻撃であっさり乗されちまって、その後のことは分からねえ。目が覚めたら要はどこにもいなくって、後で戦いの様子を見てた町の人に聞いたら、イオウだけが最後にあの男に連れてかれてどこかへ消えたって。で今日までずっとおめえの手がかりを追ってここへたどり着いたってわけだ。たどり着いたっていうか、僕たちの計画に強引についてきただけだよね。それに感謝感謝してるっての。いいじゃねえか、妖が味方につきゃかなりの戦力になる。ちゃんと戦えるだけの記憶があればだけどね。俺の記憶がなくなったのはあの仮面の男に奪われたからなのか。おめえあの仮面野郎については覚えてんのかよ。断片的に思い出したんだ。俺は燃えている街の中であいつと戦って、多分手も足も出ないまま負けたんだと思う。その仮面の男は我らの敵、いやネオ東京国民にとって史上最悪の敵だ。史上最悪の敵。君は全く覚えてないみたいだけど、そいつのヤバさは過去に類を見ないほどだよ。たった一人でネオ東京国全域を武力制圧し、この数年の間に地獄に変えてしまったんだ。侵略後の声明文で名乗った名前はゼロ。名前以外のことは一切が謎に包まれてる。ゼロ、そいつが俺の記憶を奪った張本人。あ、そうだ！声がでけえんだよ。ここをどこだと思ってんだ。ごめんごめん、私ヨウのスマホを預かってたんだよね。それを思い出してさ。俺のスマホ？うん、焼け野原になったメグロシティにこれだけ落ちてたの。これでようやくヨウに返せるね。充電もちゃんとしてあるから使ってみてよ。スマホを見るのは後にしよう。敵の本拠地で同じ場所に長居するもんじゃない。早いとこ仮想にある脱出ポットを目指そう。脱出ポット？そんなものまであるのか。乗り込んでおいて帰れませんじゃカッコ悪いでしょ。そのあたりはちゃんと調査済みさ。仲間が仮想までの脱出ルートを確保しているはずだ。まずは彼らと合流しよう。俺は
2年間も過ごしてきたこの場所を出ることになるのか。いや、もう帰る場所なんてどこにもないんだ。連中が俺をずっと騙していたことは間違いない。これから俺どうなるんだろう。心配すんな、おめえは俺たちが守ってやるよ。俺たちが先に行って梅雨払いしてきてやる。おめえは後ろからのんびり歩いてくりゃいい。要はしっかり私たちについてきてね。ここの地図はちゃんと覚えてきてるから。おお頼もしいな。二人ともありがとう。おめえに素直に礼を言われるとなんか調子狂うな。いいか、全部の敵を相手するわけにはいかねえぞ。もし敵に見つかったらてめえでなんとかしろよな。わかった、気をつけるよ。よーし、それじゃ、シュッ。